番号29番、山原レオンです。履いてるスパイクはプレデターです。これは人工芝用だよね。はい、そうです。天然芝の時はふだんは何アディダスの。アディダスの X です、うん。この天然芝と人工芝の間で共通してるものってどういったことが自分の中でスパイクの特徴として、うん、やっぱり最近のアディダスのプレデター X っていうのは革の素材じゃないんですけど、今自分の足にしっかり馴染んでくれて、人工革ってこと、はい、しっかり僕足の幅が広い方なんですけど、幅がこの辺がここはね、しっかりこう伸びてくれて自分の足にすごいフィットしてるので。でも人工革ってあんまり伸びないイメージがあるけど、これはちゃんと伸びるけど、僕もそのイメージで今まで過ごしてきたんですけど、このプレデターいつも履いてみて、だけ伸びるんだっていう感じで、自分でもちょっとびっくりして。あ、そうなんや。自分でもびっくりしたんだけど、これ柔らかいかな、でも柔らかいよね、結構。はい、結構柔らかい。人工の割には柔らかいよ。はい。柔らかい、確かに。この伸びてるってことやね、要はこれが。で、今までやっぱ人工革は伸びないから硬いってイメージが。はい。それまでは、はい、革を、カンガルーだったりする革を履いたりしてたんですけど。これ、なんでこの人工で、天然で違う面であるの？伸びるけど何か違う？天然。だって伸びるだけだったら天然でもいいわけじゃない。まあそうですね。まあその天然と人工ではなんか天然の方が型崩れしやすい。あ、型、確かにね、型崩れしやすい。はい、うん、そういう面で、うん、はい、その人工にちょっとチャレンジしてみて。やっぱ横幅が広いと型崩れしやすいやん。この横幅が広いと。やっぱそうですね。うん、結構。雨の日とかで次の日になると結構狭まってたりとかするんです。なんかプレースタイルで影響してるものってこの横幅がずれないことによって、その自分の中でプレースタイルにプラスに働くところって。僕は結構ポジションサイドバックをやってるんですけど、やっぱ1対1の対応とかでやっぱりこう肩とかでこうスパイクの中でずれたりするとやっぱり対応しにくくなって。例えばじゃあ1対1の対応でこう来たらどういう対応、こう下がるよね、下がる時のどこの部分が一番効いてるの、下がる時、踏ん張る時とかね、他のスパイクの素材も一緒にこうやって、はい、あ、持ってかれる、足と一緒になって、はい、あ、足と一緒にこう移動ができるっていう、はい、フィットしてれば、まあ、その分足と一緒になって動いてくれるので。なるほどね、はい、他にポイントある、このその表のここの部分以外の自分のスパイクに求める、例えばスタッドだったり、それとももう本当にここ重視なのか、ここだけので決めたのか。あの結構ポイントっていうのも意識してて、ポイント、これはまあ丸じゃないんですけど、まあ、丸にまあ近いような形で、細いこう縦のポイントとかだと、やっぱうまく踏ん張れないっていうのがあるんで、丸っぽいので、全体的に踏ん張るっていう。やっぱこう、こういう今こういうね、くの字型とかいろんな型がある中でやっぱ丸の方が刺さりやすい。そう、全体的に内も外も全体的に刺さりやすい。結構こうステップ踏む時って全体でこうやる、要するに例えばアウトサイドグッと踏ん張る型とか母子球で踏ん張る型あるけど、結構足の裏全体でこうステップを踏む感じ。僕は、そうですね、全体でどっちの体重に乗っても、移動できるようにっていう。でもサイドバックやけどやっぱどっちもこっちに行かれてもこっちに行かれても対応できるようにしてるんですよ。こっちに行かれた時はこう、でこっちに行かれた時はこう。なるほど。やっぱこうサイドバックとして前とかよりもこういうステップに自分の中では重きを置いてる。そうです。大地の対応ってところにまあ重きを置いてるのと、やっぱフィットしてくるので、まあ、自分は。はい、キックとかをフリにしてるので、フィットしてる方がキックができるようなやつ。平岡さん、キックと一体の対応が自分の持ち味と得意とする。まあそうです。はい、わかりました。